はい、吉野さん、合成燃料なんですけども、なんかね、京都大学か東京大学のなんとか教授っていうのが作って、でそれを出したらしいですよね。で今サブスクで月間50万でその合成燃料を作る機械をレンタルしてるらしいんですよ。でこれがね、一般市場にまだ出せてないのは、サウジアラビアとかね、やっぱ原油国との関係もやっぱり大事にしないといけなくって、その件もあるということらしいですよね。まあいろいろといいものが作れてもバランス取らないといけないんで、めんどくさいなっていうところはありますよね。ただちょっとした希望になりました。これは CO2 全く出さない普通のガソリン車にそのまんま給油できるガソリンなんです。で価格がね、今10円から14円って言われてますから、まあ静かなブームじゃないですか。でじわじわと使う人が増えていって、まあなぜその機会があればもういいわけですから、その合成燃料を給油する会社なんてのもね、立ち上げること可能でしょうね。だから月間で50万円以上の売り上げが立てば、とりあえずサブスクはペイできるんで、まあどんどん参入は進みそうですよね、うん、まあもうちょっと詳しく情報を見ていきたいと思います。それではお疲れ様です。